次に私の方で代読させていただきます。なんでという題です。私は福島県福島市に住んでいました。私は4年生の3学期から吹奏楽部に入部してフルートを担当することになりました。お友達はサックスを担当して7月のコンクールに向けて練習していました。3月11日吹奏楽に行こうとした時、教室が大きな音を立てて激しく揺れました。私はとても怖くて早くお母さんに会いたいなと思いました。でもお母さんはお仕事だったのでなかなか来なくてとても不安でした。それから家に帰ると電気が切れていたり水が使えなくなったり、最後に原子力発電が爆発しました。お母さんはインターネットでいろいろ調べて放射能がとても危険なんだと言ってここにはいてはいけないと言いました。でも私は吹奏楽部でフルートを頑張っていたので転校したくないと言いました。でも毎日外に出るときは帽子、眼鏡、マスク、手袋をしなければならず、外出をなかなかできないし、学校では校庭で遊んではいけないと言われ、私もここにいてはいけないと思うようになりました。でもお友達と別れたり吹奏楽部ができなくなるのは辛くて涙がこぼれました。お友達はまだ福島にいます。いろいろな事情があって避難することができません。だからお友達が心配です。こんなことになってしまった原発が大嫌いです。早く原発をなくして福島をきれいにしてみんなが戻れるようにしてください。お願いします。代読させていただきました。それではちょっと今の、子どもたちの訴えを受けてですね、教授の方が見ていますので、ちょっと一つずつ順番ちょっと自己紹介をした上で、今の訴えについてどう受け止めるかというのは一言ずつお願いします。どうもありがとうございました。今、皆さんからですね、いただいた声につきましては、ちゃんと我々も持って帰って、できる限りのことを、したいというふうに考えます。我々大学府のですね、この横におります佐久間ともに、原子力被災者生活支援チームということで、今回の事故で、被災されている方々の生活をやはりしっかりと支えていこうということで、できておりまして、福島県民に、なりきるつもりでですね、頑張ってやっております。でそういった中で今4名のお子様方からやはりあった中で最も頑張ってくださいとあったのが除染の話だと思います。除染につきましてこれ先週ですけれども政府としてもですねしっかりと計画を立てて、やっていくといったことを表明しておりまして、8月中に、その計画をですね皆様に、しっかりと、ご説明できればというふうに今準備を進めておりますのでよろしくお願いします。すみません、お名前すみません、生活支援チームの金城と申します。よろしくお願いします。私、内閣府原子力被災者生活支援チーム、佐久間と申します。本日はこのような場をいただきましてありがとうございました。ただいま、4名の方から、ご意見をいただきました。私も一番強く感じましたのは除染早く帰れるようにしてくださいという声が胸に強く打ち出されました。当然モニタリング除染をしてですね、早く帰れる環境を整えるともに、それだけではなくインフラとかですね公共の場というのも早く整えて一日でも早く皆様が元の生活に戻れるように、最大限努力したいと思っています。今日はどうもありがとうございます。疎開についてはいかがですか。あ、避難のお仕事するんですか。毎日毒が出てるのにみんな住めるわけないじゃないですか。女性だけしたってあちょっと、当たり的なことやってください。保証につきましては、今後また文科省の方も詳しく説明があるかもしれませんけれども、今後の、自主避難に対する支援というものもつきましても審査会の中で議論されていくというふうに理解しております。
日本原子力安全法案の山口と申します。子どもたちのご意見やお手紙も大きく聞かせていただいてですね、その我々としてもですね、その安全の部分についてはやはり、まあ、大変な部分もあり、今後反省を踏まえてですね、進めていかないと思っておるところでございます。で、あと、まあ、先ほど福島の話でございますけれども、今その支援チームともですね、共にですね、対策本部の方でその除染、またその前提となるですね、原子炉の安全の確保というところで我々は努めているところでございます。今日の声も含めてですね、今後努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お名前を教えてください。あ、山口と申します。避難疎開についての訴えもあったと思うんですけども、失礼いたします。文部科学省大臣官房総務課で要望の窓口をさせていただいております、大野と申します。ただいま福島県の地元のお子さんたちから、プールに入れなかったり、また校庭での外遊びができなかったりと、学校における、ま、活動でも非常に不便をされているということと、また非常に放射線の、被曝によって不安を感じているという声を聞かせていただきました。本日いただいたご意見につきましては、しっかりと担当部署にもお伝えをして、今後の対策にあたって最大限尊重していきたいと考えておりますので、何卒よろしくお願いいたします。中学事務のことをやっておりまして、皆様がどこで避難されても、全国にですね、どこで避難されても小学校中学校に通うようにですね、通知等をしておりますので、それに基づいて皆様安心して学校に通っていただくように声かけを努めてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。文部科学省の石田と申します。今日は直接お子様のお話を聞かせていただく機会をいただきました。とてもありがとうございます。特に学校のお話を今日はいただきました。お手紙また見させていただきますけれども、学校に戻りたいというお話あると思います。我々としては学校のグラウンドをきれいに入りですね、放射性物質が入っていると危なくないようにするというようなことを初めていろいろやっておりますので、今日お話しいただいたお子さんが安心して学校に戻れるように、これからも一生懸命頑張っていきたいというふうに感じました。またよろしくお願いいたします。文部科学省の国宗と申します。今日福島のお子さんたちのお話、それからお手紙の方を聞かせていただきました。将来安心して暮らすようにしてほしいという言葉をございましたけれども、私たちとしても関係省と連携して取り組んでまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。文科学省排出学政策局の原と申します。私も今回直接お子様の声を聞かせていただく機会をいただいてありがとうございます。私は主に、モニタリングというものを担当しておるところでございますが、今先ほど言った被災者生活支援チームでございますとか、現地の対策本部とも連携して、まさにその除染に向けてまた全体がどうなっているのかということをちゃんとモニタリングをしっかりやっていく、でそのためにちゃんとした環境を作っていくにできる限りのことをやっていくということを思いを新たにいたしました。本当に今日はまたこれからお話を聞かせていただき、またちょっと読ませていただきます。文部科学省の松永といいます。今各皆さんから学校に早く戻りたいと、受診を早くしてほしいという、声を聞きまして、あと、避難されていて、友達と一緒に早く学校で、生活をしたいというお話を受けております。私は女性の方も再生していくということをやっておりますが、早く皆さんの帰りに支援していきたいというふうに思っております。またよろしくお願いします。文部科学省の宮地と申します。原子問題賠償関係を担当しております。福島県の子どもさんたちの夏休みの辛いお気持ちというのはしっかり受け止めさせていただきました。で直接、東京、私の役割としては東京電力の損害賠償もその指針というのを作るのを役割にしておりますので、直接かけないかもしれないですけども、そういったところをしっかり東京電力の賠償がしっかり円滑に進むようなものをしっかり審査員の方に作っていただくという方針で、やっぱりその様子をしっかりやることによって、市民の方々がしっかり安心して過ごせるように取り組んでいきたいと思います。